はブスに人権ないじゃん。でしょ。店で会った人に月50万でどうって言われて、ラウンジ辞めて。酔ってない時から無駄に突っかかってきたんだよね、うちらのこと。こうやって電話できる人がいるのってマジで恵まれてるよね。港区とかラウンジとかおっさんとか、もう全部飽きたんだと思う。そんなに飽きてるのになんでまだラウンジにいるんですか。俺ちょっと見てくるわ。整形したのがバレて追い出されたんだよね。いい加減にして。スルーじゃんか自分だけ。